こんにちは、ビハイヤ株式会社の松村です。今回朝本を読んだのでご紹介させていただきます。はい、こちらの本です。決断できる人は二択で考えるということで、石黒賢治さんという方の本になりますね。まあ、二択で考えると言われても、まあ、そんなに、なんかあんまり実感としてそうかなというふうに思う、方もいるかとは思うんですけれども、まあ、世の中のですね、世の中というか毎日の暮らしのですね、まあ、一つ一つ、一時一時が全てですね、まあ決断だと言っても、まあ過言ではないということが言われておりまして、まあ無意識でですね、まあ例えば携帯で、ふと、携帯を、電車で携帯を取り出してしまったりだとか、まああるいはですね、ちょっとした時間が空いてしまった時に、Facebook や Twitter や、LINE というものをですね、パッと開いてしまったり、そういった無意識もですね、やはり決断という部分にもなるかと思いますし、まあかといってですね、それだけではもちろんございません。毎日のですね、暮らしの中で何かをですね、意識的に発言していくというところももちろん決断ですし、あるいは今私がこうやって動画を撮っているというのも、あるいは皆さんがですね、動画を見ているというのも決断だと思います。まあ、そういった決断の一つ一つによってですね、まあ、毎日の、暮らしというものは成り立っておりますし、まあ、一人一人のですね、行動というものも決まっているわけですが、まあ、そういったところで言いますと、この決断をですね、意識化していくということがですね、一つメタなですね、次元から、物事を捉える、ヒントになるのではないかということはですね、書かれておりました。まあ、非常にですね、その通りだなと思ったので、ぜひですね、興味のあるという方はですね、そういった、二択で考えるということのですね、意味というものをこの本を読んで考えてみていただいても面白いのではないかと思います。まあ、こういった形でですね、ちょっと読者の感想の動画などを、チャンネルに上げていたりもしますので、もしよろしければ他の動画も見てみていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。